安田、信長いいでしょう。ね。信長、一発で出ましたよ。安田のね。初めて7日目で、ちょうど1週間でランク18ですね。で、ちなみにモンスターは、こんな感じですね。こんな感じですね。マジか、わらわら、三成で妥協しました。まあ、三成。マジか、こんな感じですね。モンスター。よし、リベンジャーズ、やってみる。まだ3日目くらいです。マジか、マジですか。スピードが。これ弱いな。なるべく HP が高いのじゃないか。お、これいいな。これにするか。いっか、いっか。最近モンスト、俺もモンスト2日目でエクリプスで妥協しました。わら、マジですか。エクリプスって、あれ僕より死んでる、あれもっと前か。僕順調に進んでますけどね。なんかマックス村井とかもやってて、最近モンストめっちゃ流行ってますもんね。強っ。これは、これ取った方がいいんだ。こんな感じか。さあ、取った。あ、取れんかった。あ、危ねえ。よかった。よかった。これは、こうしてやるか。取れ。あ、取れんかった。お、早っ。もうボス早いな。これは、これは、こうして。いい感じ。あ、やばい。危ねえ。危ねえ。信長欲しかったけど全然出なかったわ。なかなかやるじゃねえか。信長最初いいかよく分かんなかったんですよ。ねえ、ついて。なんで、みんなに聞いたら、いいって言われたんで。なんてゲーム？あ、モンスターストライクってやつで、ね。4なら出るんですけどね、わら。4、あ、ラック4ですか？ラックってのが意味わかんないんですよ。ラック1とかラック5とか。何か関係あるんですかね？同じ信長でもラック1とかあるんですかね？これはラック5ですけど、僕のは。やばいか。強っ。やば、強っ。チリとか引いた時がなんかの対象でボーナスあったんじゃないですかね。あ、そういうことですかね。なかなかやるじゃねえか。運は増えれば増えるほど敵のドロップ率とか。あ、マジですか。運が増える。あ、ラック5、5って運がいいってことですか。5の方が。1から5まである。ラックってあげれるんかな。いや、わかんないですね。ラックの数が多いほど運がいいってことですかね。これ面白い。クリア時にラックボーナスもらえる時がある。あ、なるほど。これ超面白いですよ。結構ハマってるんで。で、3分に、
1回復するんですよ、スタミナ。なんで、結構すぐできるっていう、ゲームが。何回もできるっていう。うん。うん。はい。パズドラは10分に1じゃないですか。多分こういうパズルゲーなんで、たくさんやってるために。3分だったんか、わらわら、それで回復早かったんか。そうですね、たくさんやらせるために3分に1回復のゲームだと思いますね。パズ、弾くゲームなんで。やばいな。死ぬか。回復。ラック上げ気になって調べたんだけど、同じモンスターも引く破神化後合成すると上がるみたいです。同じモンスターも引くわ。あ、なるほど、そういうこと。とこれはもったいねえな。覚醒かな、わらわら。あ、覚醒ですか。うそ、死んだ。もったいないかな。M9、パズドラでいう覚醒ですな、一回せっかくなんでね、一回ちょっと使っちゃいました。このゲームって流行ってるん？流行ってますね。流行ってるよ。もったいないけど、ちょっと魔法、モーブ一つ使っちゃいました。これってイベント？これ、いや、イベントじゃないですね。あの、普通のダンジョンっていう。なかなかやるじゃねえか。まあいっか、12個しかなかったで、2つぐらいオーブ使っても10個あるね。2回引けるかな。で、これで、止まるよ。揺れたターン。揺れたターン浄化してる。さあ。耐えられるかな？ストライクショット！死ぬか？ゴー！ストライクショット。おっしゃっしゃ。やべえ、これ。一つオーブ使ってクリアできんかったら最悪やな。マルチで稼ぐにゃー。マルチかあと2ターン、あと2ターンで倒せるか。じゃあ、あと1ターンで。お、倒せそうやな。ゴー。おっしゃ、倒した。あれ、オーブが無駄にならんかった、よかった。よっしゃ。よっしゃ。クリアしました。